今日もフリーマーケットに行ってきました。なので、その購入品紹介をしたいと思います。はい。今日はね、風は多少あったんだけど、陽気はちょうどよくて、出店者もまあ、ぼちぼちって感じかな。ちょっと僕が行ってるフリーはね、ちょっとしょぼいんだけど、でもまあ、なかなかって感じでした。まず1点目、こちら。女の人が出店してるブースだったんだけど、これね、まあまあ状態、まあちょっとね、汚れはあるけど、状態のいいトミカですね。 スバル360。これかっこいいよなと思って、ここも開くんだよね、多分。ほら。うん。これいいですよね。かわいい。かわいいしかっこいいし、なんか、レトロな雰囲気で。まあ、実際にこの車を買いたいかって言ったら、これ乗りたいかって言ったらそうでもないけど、不便そうだから。でもまあ、いいなと思った。ミニカーとしてね、トミカらだしい。これが50円でした。まあね、トミカ50円は安いな。この状態の良さだったらね。 さあ、残りはね、全部フリーマシンブースです。はい。今回時間があったので、ゆっくり見たんでね。はい。あと、あのー、鬼滅の刃を見始めたということで、鬼滅の刃グッズ買ってきました。まず、こちらですね。ババーンネズコさんです。じゃじゃんこれね、えっとね、こんな感じのやつで、はい。あの、セピアカラーなんですよ。だからちょっと安かったんだけど、 これね、何かっていうと、あの、ちっちゃくなった時のねずこさんだよね。あの、炭治郎の背中に乗るときの、この箱に乗るときの。これも売ってたんだけど、これをちょっと今回失ーしたんだけどそう、ちっちゃくなってねずこさん欲しいなと思ってた、思ってたというか、そういうフィギュアあったらいいなってアニメ見ながら思ってたんですよね。そしたら、まさかのちゃんとありました。素晴らしい。これね、プライズ品かなそうだね、プライズ品ですね。 これちゃんと未開封新品で、これがなんと400円。今ね、鬼滅の刃安くなってるからいいね。特にフリマシンブースは、リサイクルショップの相場を調べてあって、それよりも安く出してくれるんでありがたいです。僕がね、あの調べた限りでもね、まあ、400円で売るところはめったにないから、まあ、あるとしてもね、探すのが大変だから、ま、あいいかなって感じで。次、こちら。ババン、またねずこさん,んだけど、これね、鬼になったねずこさんですね。だからノーマルのねずこさんは買ってないんだけど、 これね、鬼になって戦ってるときのねずこさんですね。ヒーね、炭治郎を助けてたよね。この前っていうか、アニメでもね。箱から飛び出して。かまどねずこ。うん、いいね。これもプライズ品かな。まあ、プライズ品でね、ユーキャッチャー取る思いしたら全然買った方がいいです。これも400円でした。はい、安いですね。で、決めつけで言うと、これこれ。 これ欲しかったんですよね。ババーン。これもプライズ品なのかなセガだから。えっとね、ティップンポップってシリーズなんだ。この可愛らしいね、炭治郎で。これとね、ちょっとアレンジされたカラーがあったんだよ。セピアカラーみたいな。で、このノーマルの方を選びました。こっちの方がまあ、いいかなと思って。まあ、セピアもね、僕結構好きなんだけどね。これ可愛らしいやつで。まあ、これは確かに安くなってるの必失礼なんだけど、 ま、300円だったんで買ってきました。ま、あ安いですね。今、鬼滅は安い。で、一回鬼滅から離れるんだけど、こちら、ババーン。謎のね、なんかね、ロボットです。トランスフォーマーのような感じエコボ、なんだこれ。ピースってとこを出してたのかな謎のやつらしくて。はい、こんな感じで、物を掴めるらしいですね。 何種類かあるみたいなんだけど、これね、これが1個と、どこに置くかここ置く。あ、やべいとにかくこっち移動させて。1個と、もう1個。これなんかガンダムに出てくるやつみたいな感じするけど、ザクだっけこれね、もう1体いて、この子も物をつかめるみたいね。どうなんだろう。物をつかめる系ロボット。はい。まあ箱の状態はいったね、古いから。 焼けてはいるけどまあこれなんか売ってないよねって思って買いましたはい謎なんですよこれなんだろうパチパチロボットみたいなやつかな無半券のパチロボットってか何ていうんだろうまあまあなんか特に半券があるやつとかではないと思うんだけどこれはうん2体いたんで1個200円200円で買ってきましたこれ面白いですよね初めて見た僕も ななななかなかないかいと思って次がね、こちらですね。ババン、ロードス島戦記かなの、えー、コンパニオンってやつの、もう本なんですよ。パラパラっと見せるとこんな感じで。はいこれね、結構古い本でね、発売されたのがね、1989年とかのやつなんですよ。 これ何かっていうとなんかボードゲームっぽいっすねこの本の通りに進めてだからボードゲームとなんかテレビゲームの融合みたいな感じトレーディングカードとかとも近いかなって感じですね僕が作ろうとしてるトレーディングカードもこんな感じまあ本を元に進めてかい行く,くわけじゃないんだけどまあそんな感じみたいで色々いろいろ説明してもらってそうこれレトロでちょっと面白,面白そうだし まあ一応ね、中見せても多分もう権利的に大丈夫だと思うんだけど、一応ね、手元でこう見ると、そう、面白いんですよ。こういうキャラクターのこう乗ってたりとか。これゲームもありますよね。うん。ちょっとこれは面白かった。これね、なんと4個100円のコーナーで買いました。安すぎでしょ。さあ、そしてね、ここからがね、えー、また、あれなんだあ、その前にこれだ。ババン。 キューポスのちっちゃいやつのベイマックスに出てくる女の子かなこれからベイマックスでね見ようかなと思ってるんではいこんな感じで3人いる中のこの一番この子いいかなって感じするよねはいまあ未開封新品ということでベイマックスこれからディズニープラスで見ようかなキューポスケット、まあ、ちっちゃいキューポスケット、ね、まあ出来はいいのと思うんでこの感じこれも200円でしたいいね これ良かったなババーンあのウルトラマンの,あのエースですねあの英語のウルトラマンの方これねはいこれコンバージュのシリーズで定価600円ぐらいして僕が行くドンキーでもねゼアスとかがね半額にはなってるんですよ300円とかでそうだけど、まあ、エースはなかったし、えー、これがねなんと200円だったんで買ってきました まあ安いですね。スーパーとかでもね、よくて半額とかにしかしてくんないんで、なかなかこういうのは。100円にはまあ、なってるとこもあると思うけど、田舎とかだと。なかなかならないんで、まあ、こう、200円ならいいかなと思いました。そしてね、次がこちらですね。ババーン。と刀が歪んでるから後で直さなきゃなんだけど、これ一番くじのやつなのかなまあ、他がないからわかんないんだけど、炭治郎のまあ、ミニサイズフィギュアですね。トレフィサイズ。 やった。今欲しいのは基本的に炭治郎、禰豆子あたりだから。うん。あ、そんでね、これもね。あ、これは、えっと、100円かな、確か。50円だっけな。50円か100円だった気がします。で、これが猫ですね。はい。ちゃんとパンダの穴のやつで。こういうやつあったよね、ガチャでね。これも4個100円コーナーで買いました。そして、これですね。これも50円だったっけな。炭治郎と禰豆子の。 はい。ちゃんと、こうね、背ってる感じで出てる。アクリルスタンド。ちゃんと定価で売ってたやつなんですよ、もともとは。これもいいですね。うん。そそうそう。炭治郎根津子以外に欲しいのは、これ辺なんですよ。サビト。かわいそうなんだな、サビト。ね。サビトの両方とも頑張ってですね。これはね、50円でした、1個。いいね。 ま、中古屋さんとかでも、ま、100円ぐらいが今相場になってきてるんだけど、ま、あ50円は多少安いんで、いっぱい買っちゃいました。ね、これも好きなキャラね。はい。えっと、富岡義勇さん。あまだちょっとしか出てきてないから、あんまり詳しくは知らないんだけど、1話ですごいかっこよかったんで買いました。で、サビとね、これも5、あ、それも五0円。これも五十円。サビと。かわいそう。なんか、せつなね、微笑んでるね。やっと微笑んでくれたのかな。 で、炭治郎ですね。アクリル。スタンドか。アクリルスタンドキーチェーンだね。これちゃんとこの青いのがあのセロハンになってるんで、取ると新品になりますと。そして、はい、富岡義勇さん。かっこいいね。かっこよかったんだよね、1話で。だからね、好きになった。で、もう一応炭治郎。アクリルスタンド。これはさ、まだあの、鬼になる前のネズ子だよね。 一話の本当冒頭の時のねずこね。弟か妹を背負ってるねずこだよね、多分。お母さんじゃないよね、ねずこだよね。これもね、50円で。はい。アニメンディレクターシーンなんで買いましたと。で、これ炭治郎のなんかミニフィギュアでちゃんと台座ついてて。これ遊ぶのにちょうどいいかなと思って買いました。これも50円。これも50円だったっけなおねむたんのねずこもう一時は高かったんだけど、今はもうね、まあブームというか、 いっぱい出たから安くなった感じですね。おねむたんねずこ。ガチャで400円ぐらいするんだよね。これも50円でしたと。あ、もう3つあるな、まだ。おっし、そして、サビトですね。やったー。缶バッチこれも50円。あ、これね、また全然毛色違うんだけど、シャーマンキングのアクリルキーホルダー。このキャラ知らないんだけど、可愛かったんで買いました。これはね、4個100円コーナーで買いましたと。 であこれねこれすごいね、東日本限定西日本では買えないのかなはやぶさとコラボしてる炭治郎のマグネットかなだよね定価600円したやつなんだけどこれもね100円か50円だった気がするうんこれマグネットはねてあの、ちょっと机っていうか作業台につけようと思いますはいいつも見える場所にいいね炭治郎 そしてまあてまだあるんだウあこれなんかいいよなと思ってかまど炭治郎なんか大正時代っぽいというか大正時代じゃないなオールウェイズ3丁目の夕日時代かなちょっとこういうこれもねプライズとかじゃなくて売られてたやつなんですよねアニプレックスでレトロ看板キーホルダーこれいいですよねこれも50円でした炭治郎これ当たりだなはいこれで ラストがこちらですね。ババーン。すごい出そうか。袋から。これね、何かっていうと、ミニカーです。<laughs> もう見りゃわかるって話なんだろうけど。これね、いいんですよね。チャンピオンで書いてあったり、スーパーレーシーこれ、ちゃんとプラスチックじゃないんですよ。ブリキっていうのは、なんブリキっていうのは鉄みたいな感じ。一応何のやつかわかんないんだけど、こういうやつですね。メイドインチャイナのやつなんだけど。 結構出来も良くて、はい、まあ、重量感があるんですよ、めっちゃこの鉄の感じ、まあ、座席とかもまたそう,う汚れてるのはね、後で綺麗にしようと思うんだけど初めは改造に使おうかなとも思ったんだけどこれ、このままで十分かっこいいんで綺麗にするだけしてうん、コレクションかなって感じで、うん、押せんのかな押せはしないんか。これしよういう仕様かうん、このレトロメニカーいいですよね。ただね、フルバックからしいんじゃない こうやって引いてこういうフルバックカーなんですよ。まあよくあるやつってよくあるやつかもしれないけどなんかこれちょっとレトロっぽくていいなと思って。はい。これ100円でした。おいしょ。はい。ということでこれ辺が今回のね、えー、購入品の全てになります。あ、全てじゃないんか。ガンダムのね、チェス、チェスピースコレクションだっけなんかチェスコレクションみたいなのがあって。 チェスの駒のガンダムみたいなのがあったんだけどそれ別のブースで買ったんだけど1個100円で18個買って1500円に負けてもらったんだけどそれは父親にあげちゃいました <laughs> ていうか父親用に買ったんでまあ喜んでもらえてよかったかなって感じではいまあ今回も楽しかったですねで帰りにねタムタムっていうねあのー、ホビーショップかなまあホビーショップっていうかまあプラモ屋さんというかそんな感じのところがあるんだけど そこに寄ったら、あの寄ったっていうか、V カラーを買いに行ったんですよ。ソフビオ塗料を。まあ実際それも買ったんだけど、これが残ってました。あの、フィアット。多分一番最近だから今日発売だったトミカの初回特別仕様が売れ残ってました。初回特別仕様ってやっぱネットで買うことできないから、高いからね。あの、実店舗に、まああったら買うかなって感じなんで、まああったんで買いました。まだ5個ぐらい売れ残ってたかな。お一人さんは1点までってことで、1点買ってきました。 初回特別賞。まあ、このミニカー自体がっこいいし、まあ、初回特別賞なんでね、まあ、コレクション性もあるなと思って。ちょ、このタムタムのシール剥がせるかな。あ、いや、丁寧に剥がしたいな、これ。でも、僕とかだったら開けて遊んじゃうと思うんだけど、今までもそうしてきたからね。はい。これはちょっと、余談というか、帰りに買ったんですけどね。はい。ってことで、今回の購入品は以上です。鬼滅の刃ね、これから見ていけば、また、なんかね、 好きなキャラクターも増えてくると思うんで、知ってるキャラクターとかも。なので、またどんどん買っていこうかなと思います。楽しいからね。はい。また買っていく感じになるのかなと思いますけど、まあ今んところ知ってるのは、炭治郎、禰豆子、富岡義勇あと天狗の師匠とサビトと、その妹の子と、ぐらいかな。うん、ちゃんと知ってるのは。なので、まだ4話目ぐらいとかなんで、まだちょっとその先見れてないんで、 まあ、炭治郎、根豆子だけでもだいぶグッズあったし、富岡牛さんのフィギュアとかも欲しいけど、サビトとかはなさそうだよな。これから出てくるのかなもう出てこないでしょ。でも意外と缶バッジとかはね、数あったんで嬉しかった。あの、泣いてる人はめっちゃあったけどね。やっぱ売れ残るらしいね、どこでも。福袋にめっちゃ入ってるもんね。まあ、地味に今回これとかも嬉しいけどな。ウルトラマンコンバージ。エース持ってたっけな。 多分買ってないんだよな。このシリーズで買った覚えがあるのは、ジャックと、あ、エースキラー買ったっけな。あ、このシリーズ買ってないかもしれないな。これシリーズ1じゃないと思うんですよ。1はね、買ったんだけど、これ、そこどこにかてるシリーズの書いてないかな。これシリーズ書いてないかな。あ、8だから、1、2、3、1、2、3、4、5、6だから、そうだね。 1>, 1で7個出てたらあれだもんな。そうだよね。全6種か。1の方を買ったのかなゼアスとかも持ってるんですよ。あとなんか、ダダ、ダダのなんか、すごいかっこい,いやつとかいるんだけど、それとかも持ってる気がする。あとこの中で欲しいのは、アナイス、光メビウス、エースキラー。エースキラーこんなんなってんだね。ジャック持ってた気がするな。買った気がするな。これだけ、ジャックだけごっついんだよね。 あ、これ全部いいな。あちゃんとエースとエースキラーがいるんだね。これはね、集めたいというか。稼働はしなかった気がするんだけど、台座ついてて、台座取ればフィギュアとしても遊べるんで、安ければこれからも買っていこうと思います。まあ、200円を目安として、200円以下なら買っていく感じかな。あと、ベイマックスも見なきゃだし、あと、このロボットね、これ絶対開けない方がいいよね。開けたらほんとなんか、茶ャチくなっちゃうもんね。この状態だからかっこいい感じするから、 開けてレビューしたいとこなんだけどな。YouTube にこれのレビュー動画とか多分ないでしょ。だから貴重だからやりたいとこなんだけど、これは取っておきたいね。この箱がいいもんね。このレトロなんか、レトロっていうか、なんていうのかな。この、味のある感じっていう。うん。そう。で、そのネズコと、ちっちゃいネズコも、開けようか悩むんだよ。箱のままの方が飾り場えもするし、ってとこで、 これは開けないで箱付きだから、新品だから取っといて、あの箱なしとかでも結構売ってるじゃないですか、リサイクルショップとか、チェック屋さんで。そこで箱なしを安く手に入れようかなと思う。でも400円以下であるかな ?200 円とかであればね、箱なしで。それで買って、そっちは箱開けと、あの、ね、なんか遊び用で、こっちは保管用にしたいと思います。箱付きで飾るっていうのも結構ね、好きな人多いし、なんかその気持ちもわかるようになってきました。はい。 なのでね、あのー、いろいろね、今、フリマが再開してきてるとこ多いんで、東京の多い競馬場のフリマ、大きいフリマがあるんだけど、あれ日本一じゃないのかな日本一じゃないのかな愛知のが日本一かなどっちだろうまあ、多い競馬場のね、駐車場の広いとこでやってるでっかいフリマがあるんだけど、東京の。あれとかも来週か今週かどっちかから再開するみたいなんで、ちょっと僕も行きたいんだけどね。どうしようかな。動画撮るついでに行くって感じならいいかな。 正直、交通費考えちゃうとね、ちょっと、あー、どうすかなーって感じになっちゃうんですけど、まあ、動画撮るなら交通費回収できると考えていくっていうのもありかなっていうのは思うんだけどね。また、皆さんもお近くのね、フリマに行ってみてください。今回の動画は以上です。評価ボタンお願いします。ではまた、バイバーイ。